松橋駅、西口構内、駅前旧駅舎松橋駅は、熊本県浮市知ら市町五両にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。島式ホーム一面二線のホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を備える。東口と西口は自由通路で結ばれている。JR 九州鉄道営業が、駅業務を行う、業務委託駅で、緑の窓口、 自動券売機が設置されている。浮気市の中心駅であり、かつては、宇都半島への観光地として賑わっており、優等列車の停車駅で、一部の特急列車や急行、エビの、熊川が停車していた。九州新幹線開業後は、特急、九州横断特急が、早朝上り一本、夜間下り一本が停車していたが、2016年3月26日のダイヤ改正で、 特急列車がすべて廃止され、2017年3月4日、ダイヤ改正から運行を開始した特急列車も全列車通過となったため、普通列車のみの停車駅となった。過去の乗り場について2015年6月28日までは、駅舎から1番線、2番線、3番線の2面3線だった。2016年からの1日平均乗車人員の推移は下記の通り。 西側は、田畑と住宅が混在しているが、駅舎のある東側は、松橋市街地を形成している。また、駅前には、松橋駅前バス停がある。九州参考バス、熊本バス、九州旅客鉄道鹿児島本線快速通過、区間快速、普通うと駅松橋駅、小川駅 ABCD、週刊 JR 全駅、全車両基地三十三号熊本駅、カレー川駅、 大畑駅ほか、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2013年3月31日、24ページ。ABC、熊本市店内各駅、JR 九州鉄道営業。2016年4月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年10月30日閲覧。交通新聞、p 一松橋駅周辺整備工事に関する。 お知らせ松橋駅、乗り場変更のお知らせ AB、平成28年春ダイヤ改正。九州旅客鉄道。2015年12月19日日閲覧。JR 松橋駅の新駅舎完成地域の東西、つなぐ、自由通路も駅別乗車人員。ありがとうございます。